場の皆様こんにちは、ホステルと申します。プレイステーション2のサイレン2レコード狙いで3周目プレイしております。やっていこう。今日やっていくのは23時間ほど長井頼人くんのチャプター、こちらの終了条件1、できれば2までやっていきたいところ。ではよろしくお願いしますね。今日も終了条件1がミサワを倒すで、終了条件2が落とし子を倒すっていうようなチャプターだったね。それそれ、今度こそ終わりだ。これなんか倒し方あったよな。どこにいた。とりあえず近いチェックしといて、ライトは消しておく。いや待て、変なところから来てんじゃねえか。一旦隠れてく。あ、そう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 、なんか同じところを一心不乱にしばらく見つめてるんだよね、こいつ。その隙にぶち込んでいくっていうのが正道ルートだが、あんなところにいる。ちょっと待て、いや振り向いてく。ダメだ、 DPS 高いから一旦撃たれると死ぬ。マジでエイムもいいしね、めっちゃ強いんですけど、この人持ってる銃がガトリングガンみたいなの、ミンミかなんかだったはず。持ってて一回見つかったらマジで死ぬ。これ開始場所違うのかな、こっちの方だよな。ここの物陰から出たあたりに待ち構えていいぞ、視界ジャックの場所的に。で来るんだけど普通に。ですよねー、ライトできるまない。ちょっと待って、これ初期位置にも左右されるわ。運ゲー運ゲー。ただハードよりかはだいぶ楽。難易度ハードがガチの鬼畜チャプターだから、これどこにいんのか分かりづらいんだよね、このゲーム。こっちだよな、いた。こっち向くなよお前は。死ね、いやー、もうちょっと後ろから行かないとダメか。なんとか銃撃やんだが、しかしリロードが早い。ここのチャプターだけは本当に俺運ゲーだと思ってるわ。あ、さっきのところか、こっちだね。近々見に行こう。真後ろからぶち当てていきたいよね、倒そうと思ったら。ライトつけるの間違ってるかな、これもしかして。ただライトつけないとエイムが悪いんだよね。自衛官のくせにエイムめちゃくちゃ悪いから、もう本当に銃口密着させて撃っても当てらんねえじゃねえとかっていうぐらいエイム悪いからね、こいつら。本当汚ねえゲームだわ。確かに距離に応じてエイムが悪くなるのはわかるけど、密着に近い状態でも当てられないのはどういう条件かというところ。これどこだよ。あっちのところだ。こっちに来そう。ちょっと待って、そうだった、これ狙撃モードか何かで倒すんだっけ、セオリーは。どこ向いてんのか全然わからん。間違えた、ちょっと待って、なんでこの人拳銃なの。武器切り替えた覚えないの。ちょっと一旦逃げていく、ついてくるね。回り込んでいこう。船のところにいる。
側にいると思うんだけど、船のところに来て、まずい。向こうだ。やっぱ自分どっち向いてるのか分かんなくなっちゃった。違う、反対反対。こっちだね。いる？いた。また回り込もう。やべ、弾なくなっちゃった。うわ、時間がない。ダメだこれ、やり直し。いや、難しいなこれ。このチャプターだけ本当に嫌になってくる、やってて。嫌いなチャプターで 1,2 を争うわ、このゲームの。あたりこっちだよね。なんでまたこれサブマシンガンになってんの。ダメだ、一回じゃいけないこれ。何回かに分けないと。こっちから来てんな。身を潜めて隙を伺おう。それどこ？こっちか。ここの壁に沿って歩いてるよね、多分。向こう側にいる。向こう側の柱、これ。行け！よし。何回かかってんの？案外手こずった。もう何回もやってるチャプターだからね。何回どころじゃねえな。何十回か。一発で行きたかったところだけど、無理だった。はい、そして続いて終了条件には落とし子だね。落とし子の方は楽かも、難易度の暴れだったら。ハードだったらむずいけど。ローリングアタックみたいなのしてくるんだよね。ブランカ真っ青の。そのローリングアタックが難易度ハードだったら食らったら一撃死だからね。それがきついけど、ハードだったら別に一撃で死なねえから。だからわりかしやりやすい。三沢の銃撃の方がよっぽど強い。でこのチャプターでは三沢が持っていた武器をこいつが持ってるからね。圧倒的な殲滅力を持ったこの銃、しかもリロード不要。闇では邪魔。これリロード不要だよな。リロードの表示が出ないんだけど。あとは落とし子くん、彼にダメージを与えることによって次のフェーズに移行するから。でローリングアタックをしていく。案内が出てからだったよな確か、こいつに対して。なんていうか、正面の方にあるオブジェクトを壊して、でさらに追加ダメージを与えないといけないんだけど、来た来た、排気タンクを利用するね。排気タンクを利用するっていうのを使って、それで最後。よし、来た来た来た。カットできないんだけど。落とし子を倒す道具を探していく、これで。あれ、ちょっと待って。稼働させないといけないんだっけ。まずは動かして、
いやこれ痴漢との戦いだよね普通に。それどこだよ、転がってんじゃねえお前は。おっぶねえ今真横通り過ぎてんだよな。これはすげえ爆裂せえわ。ハードやってた時にこういうことを起こってくれればよかったのに。ローリングアタックニアピンでかわしたぞ今こいつ。ははははっしゃ、いいですね。そしたら時間あるので以前でクリアできなかったチャプター一つ二つ回ってみるか。まあ回れて一つだろうけど。いや、いよいよ大詰めだねこれ。ただどこクリアしてないのか忘れちゃった。カットするわ少し。ちょっと待ってね。あ、早速発見しちゃった。ここだ。あ、そっかそっかそっか。鉄パイか何かで足場作るところなんだけれども、微妙に時間が足りないんだよね。数秒。もう一回チャレンジするわ。もう一回チャレンジするとか言ってクリアの仕方忘れてるからね俺。どうやってやるんだっけここ。手に入れた武器がうんぬんかんぬんってあるから。あの人たちは、あ、言ってるそばからこれタイムアタックでやってねえじゃねえか俺。すまん。四角ボタンでチャプター選択しないとタイムアタックモードにならないんだよね。タイムアタックモードを選択した場合は左上の方に現在の経過時間が表示されるっていう仕様だから、ね、この3分30秒っていうのが微妙にいやらしいんだよね。あの人たちは、まずは武器を入手して、その後に岸田ゆりを助けて、それでなんか鉄パイプ、手に入れた鉄パイプで足場を作って上へ登っていくっていうようなチャプターだったんだけど、これがいかんせんクリアできなくてね。まず鉄パイプはここにあるんだよね。鉄パイがまず、あ、ここじゃなかったっけ鉄パイあるのって。落ちたところか。蹴れば落とせそうで、でここから下の階へ行き、それで鉄パイを入手していく。最初ここ鍵かかってたんだっけ。あ、鍵かかってるんだ。でこの鍵手に入れるのが岸田ゆりのいるところなんだよね。これもしかして来る順序間違えたかもしんねえな。先に岸田ゆりのところに行くのが正解かもしんない。で岸田ゆりを従えた状態でここの扉を開けていくっていうのが正しいルート。何落ちてんの。ジャンプって選択したつもりなんだけど。落ち着いてやらないといけないな。あれ？ジャンプできないんだけど。ここ岸田ゆりのところってどうやって行くんだっけこのチャプターって。え、マジで忘れたんだけど。こっちにも行けないんだ。いや、どうすんべ。行けないんだけど。やばないこれ。別ルートあった、こっち側のルートだっけ。そういえばこのステージって闇金の社宅のところか。どうしても安倍総司とかで手こずったイメージがあるから、安倍総司のチャプターの場合のマップは結構覚えてるんだけど、こいつのマップを全然覚えてないからね。五木守のチャプターはこのゲームの序盤戦ってこともあってそこまで苦労しないんだよね。だから最初はすぐにクリアできる。ここは安倍総司のチャプターでここをうろつく場合は物語もね後半戦、中盤戦から後半戦ぐらいだから結構厄介なんだよね。でここに武器になるものと岸田ゆりに行くと拡大でしょ。でゆりがいて、でロッカーの鍵が中にあると。一
応クリアの仕方だけ一旦おさらいしといてから本番走りましょう。でここに鍵があるでしょ。お願い助けて。初めて出てきた時はさ、お願い助けてだってもうたまんねえとかと思ってたんだけど、もう今にしてお前は殺す女がみたいな、そういう感じだよねこのゲーム。はい、滞りなく倒していく。ちょ走らせて。これあんまり岸田由里の安否を気遣ってる場合じゃないね、このチャプターにおいては。もう本当に一気に一心不乱に走らないと絶対間に合わない。でロッカーの鍵を使ってもう丸ボタンをとにかく連打して鉄パイプを入手していく。でこの時点で3分30秒、結構下ったとはいえ普通に行けるようで実際やってみると間に合わないっていうねのが以前プレイした時だった。この鉄パイプを使ってここに足場を作ることによって先へ進むことができるんだが、ちょっと判定の場所、判定の場所、鉄パイプ使える判定の場所、どこどこどこ、ここか。でここを調べて鉄パイプを使うことによってクリアにこぎつけると、というわけ。はい、ではもう一回やっていこう。はい、本番走っていきますよ。なんかいけそうな気がしていけないんだよねこのチャプター割とガチで。どういうことなんだ。キャラクターのスタミナとかも把握しておいた方がいいのかもしれない。このタイミングでしゃがめばスタミナが全開するよみたいな。全開じゃねえか、全開じゃなくてまあロスなくスムーズに運べますよっていうようなスタミナの回復のタイミング、そういうのも覚えないといけないと思う。がっつりと走っていく。ここでしゃがんで向こう側へ渡っていき、結構順調ではなかなかいいキャラコンしてんな。キャラコンがマジ難しいんだよねこのゲーム、動きがもったりしてるから。ワンチャン角材を手に入れずにいけるかなってと思ったけど、ここの窓から座らないといけないんだ。で岸田優里、この時点で経過時間は1分。で鍵をサクッと取って、それで、死人との対決か。死人は多分確かライトでひるまないよね。ちょ優里オークビンタをかましていく。よしかましていけ。あとは祭壇で。ただここは鍵開けてないから一旦上に上がらないと。リスタートしてるからね。一旦上に上がってバテてるバテてる。で足元蹴破って、これもバテた状態で行った方が早いかもしんねえな。一旦スタミナ回復させるより。どうだろう。で飛び降りる。あと1分30秒、1分40秒か。迷いどころ、スタミナ回復させるかどうか。さすがにもうちょっと走る距離あるから回復させた方がいいかもしんねえな。一旦しゃがむわ。一旦しゃがんで急がば回れと言うからね。よし、ここで元気100倍アンパンマンといったところか。走る走るマラソンなんだ。岸田由里来てるかこれ。来てねえような気がするんだけど、さっきから全然姿が見えないんだけど。女がこのタイムアタック狙いはね、マジでパートナーの NPC に妨害されるからね、ゲームの進行で。鉄パイ使っていく。で上上がっていき、でさらに下っていき、ある程度下まで行ったら飛び降りることができるっていうふうにコメント欄で聞いてる。飛び降りらんないんだけど。ここかな、飛び降りられるのって。あ、これ普通に行けそうだね。よかった、行けそうだ。結構動き最適化したから。あ、はいはい。結構下まで来ないと飛び降りられない。でメダルがこの辺にあるはず。拾ってくれ、頼む。どこ判定。よし、
なんだなんだなんだ、いけたじゃねえか、普通に。しゃ、よかった。だとどこだったかな。あと一つか二つだったよね、残されたチャプターは。五木守の、謎解きのあるところ、公園の。公園じゃない、遊園地か。のチャプターがまず残ってたはず。ここじゃなくて、ここか。ここの終了条件1がまず残ってるのと、あとどこだったかな。あともう一つなんか残ってるような気がするんだよね。ちょっとカットするわ。あ、ここだここだ。課題のチャプター、課題のチャプターで終了条件2、巴を振り切り再び走り出す少年三上、足手まといの少年三上が出てくるところか。多分この2つだけだったと思うんだけど、あ、ここも残ってる。安倍総司の砲台跡終了条件2か。安倍総司の砲台跡って三上じゃねえかこれ。いやあれ、ここも残ってる。結構残ってんな。結構残してきてるわ、ここまでで。二つ三つどころじゃなかったんだけど、四つ五つあるんだけど。はい、というわけで、次回で、ね、残されたチャプターをまた順番に挑戦していこっか。では、ありがとうございました。アドバイスくださいね。よろしくお願いします。